どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は PK120060J で起こったことをお話ししますということで、毎シーズン恒例になってるんですけども、僕が所属してたエリアサーバーでですね、どのような戦争が行われたのかというのをですね、動画にしていきたいと思います。でですね、今シーズンはですね、ルテン戦記というコーナーを作らせていただいてまして、でそちらでですね、毎週毎週どのように戦争が推移しているのかというのをですね、お伝えさせていただいたんですよね。でそれがですね、第4週まで作らせていただいたということになってるんですけども、第5週以降は作ってないっていうことなんですよね。理由といたしましては、第5週以降はですね、目立った動きがなかったからということでですね、作らなかったということになってます。でそのままですね、シーズンが終わりと決算を迎えたということになってますので、今回の動画は第5回、最終回的な位置づけになるんじゃないかなと思うんですけども、それだとですね、あまりにも内容がないということでですね、1から5までの総集編みたいな感じでですね、お届けしていきたいかなと思います。でですね、もう細かい部分っていうのはカットしてですね、大まかな流れをお伝えさせていただいて、最終的にどうなったのかというのをお伝えしていけたらなと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。で一応ですね、出生種の振り分けはこんな感じになってますね。で黄色のルテン将軍というのが僕が所属してた、同盟ということになってます。で一応ですね、50の単位でですね、書き込んでるっていうことになってますので、人数には差があるということをご了承いただけたらと思います。例えばまあ170人の同盟だったら150って書いてますし、180人の同盟だったら200というふうに書いてます。ルテン将軍に関しても40人なんですけど、50人と書いてるということですね。でシーズン12はですね、勢力戦みたいな様相ということでですね、上3つが北勢力、下3つが南勢力という形になってます。で北勢力の筆頭同盟といたしましては龍さんで、南勢力の筆頭同盟といたしましてはキングダムさんという流れでですね、戦争は進んでいくことになります。でシーズン開幕から3日後のですね、9月の26日の夜10時にですね、南勢力なんで僕からしたら敵勢力ということになるわけなんですけども、のキングダムさんがですね、資源州入り一番乗りということですね。やっぱり資源州に入る速さっていうのは非常に重要になってくると思うんですけども、この時点でですね、南勢力が一歩リードしたということになると思います。で北勢力の資源州入り一番乗りというのはですね、河北出身の関主さんという同盟になってますね。ただ先ほど紹介したキングダムさんと比べてですね、23時間遅れての資源州入りということになってるので、だいぶ相手の方はですね、もう土地の方を塗ってってるっていうことになってますよね。これは結構遅れてしまったなという印象で、僕はやばいなーなんていうふうに思ってたんですけども、でここからですね、各、同盟がですね、資源州に入っていくわけなんですけども、南北勢力でね、一番乗りした同盟だけを一応今回はお伝えさせていただこうかなと思います。なので分かっていただけたらと思うのが、資源州入りは1日近く遅れたよということですね。で全く同じ時間にですね、予習から演習に向かう席が抜かれたということになってますね。なので出生州から出生州に向かう席ということになるんですけども、こちらに関しては予習に所属している、月下美人さんですね。これはキングダムさんと同じ出生州という同盟になると思うんですけども、が、出生州に攻め込んでくる形になったということですね。なので演州にはですね、北の勢力の筆頭同盟の龍さんがいるということになってるんですけども、龍さんはですね、資源州の方を見ながらですね、出生州の方も防衛しないといけないというですね、こちらの筆頭同盟が抑えられかけてるという状況でですね、これもなかなかまずい状況かなというふうに感じました。で北の勢力が初めて資源州に入った丸1日経った時間にですね、同館という席がですね、新竜さんという南勢力の同盟に抜かれてしまったということですね。これでですね、北の出生州左右2つですね、がですね、南勢力に攻め込まれるという事態になってしまっていると。で、さらにですね、資源州に入るのも南勢力の方が早いということでですね、マップ全体的に押されているような感じの印象を受ける展開ということになっております。で、南勢力が資源州に入った4日後ですね、こちらはですね、A 線から課題に向かう席、関東を抜かれたということになっちゃってます。なんで、出生州から出生州に向かう席も、資源州から資源州に向かう席もですね、南勢力に抜かれてしまったということでですね、席が抜かれるということはですね、防衛しながらまた別の方向に進軍していかないかんということで、戦力が分散してしまうということでですね、なかなか厳しいですよね。でですね、南勢力からしたらですね、席を抜けてですね、進軍するもよし、またその正攻法で司令を目指すもよしということで、選択肢が生まれてくるということになりますよね。
どうしても北の勢力はですね、相手のその選んだルートっていうのにですね、対応するような形でしか動けなくなったということになると思います。でもう一つの資源州から資源州に抜ける席のですね、先進に関してもですね、抜かれてしまったということになってるんですよね。これは先ほどのカントから、3時間後に抜かれたということで、ほぼ同タイムって言ってもいいんじゃないかなと思いますね。ということでですね、現状ある北と南をつなぐ全ての席をですね、南勢力が抑えたということになってます。なんでもう北の勢力っていうのはですね、司令に向かって前進していくしかないということで、なんとしても先に司令に入りたいかなっていう展開になってますよね。ここまでが開幕から1週間の流れということになってます。かなり展開が早く感じますよね。でですね、赤矢印っていうのがですね、南勢力の進軍方向ということになってますんで、かなりこう北側というのはですね、全体的に押される形にはなるかなと思うんですけど、やっぱりこのゲームって落葉を取ったらかなり大きいアドバンテージがあるということでですね、また落葉をどっちが取ったわけでもないっていうか、司令にどちらも入ってないということで、まだまだわからないという展開になってます。で、開幕から10日後の10月3日ですね、いよいよ司令に対する攻城が行われたということなんですけど、先手を取ったのは今回も南勢力ということですね。一応キングダムさんがですね、夜の9時にですね、攻城を終えて司令に入ったということでですね、もう全てのその資源州に入る席っていうのはですね、南勢力は早かったということになってます。ただ北の勢力が遅れを取ったのは1時間だけということになってますね。一応ですね、北の勢力がこれ武徳かなを落として、司令に入ったということですね。で、向上したのがですね、これルテン将軍っていう感じで書いてるんですけど、これはですね、ラスアタをルテンが取っちゃったっていうことで、これは想定外ということですね。あってはならないことが起こってしまったということでですね、この時は大変申し訳なく思った記憶があります。で、これが司令の今後の流れということになるわけなんですけども、武徳から入って、うちルテン将軍と、ヒット止めの龍さんですねっていうのはですね、罰の方向に向かって進んでいってですね、塗ってるあたりに陣取ったということですね。で、キングダムさんに関してはですね、密件から入って赤のルートでですね、落葉を目指すっていうことになるんですけども、この赤罰のところでですね、キングダムさんの進軍ルートっていうのを抑えてたっていうことなんですね。これによってキングダムさんはマラソンができないという形になってます。で、ここで抑えてる間にですね、看守さんがですね、落葉に向かってマラソンをしてくれてるということですね。なんでここの龍さんとうちがですね、抑えてるところを早い段階で抜かれてしまうと危ないかなと思うんですけど、ここでしっかり耐えれてるということだったらですね、看守さんが落葉を目指せてですね、逆に北勢力が主導権を握ることになるというわけですね。という感じでいい感じに進んでるのかなと思いきやですね、別の戦場ではですね、結構ピンチということになってます。だいぶ序盤でですね、同感を抜いた新龍さんがですね、勢力に対してかなり侵食してるということで、ここが結構厳しい戦場ということになってました。で、ユニオンさんに関してもですね、先進を抜いてですね、この加藤っていうのを抑えにかかってるっていうことなんですね。ここ資源州なので、ここガッツリ抑えられちゃうとですね、こちらまあうちルテン将軍なんかここに資源がたくさんあったということになってるんですけど、これが剥がれてしまうとですね、戦っていけないということになりますので、早くですね、司令の方の落葉を落とすと言いますか、落葉に先にタッチしてもらってですね、で、うちと龍さんで押さえてる戦場にですね、看守さんに回ってもらって、で、うちルテン将軍はですね、こっちの加藤とかの、フォローに入るっていうことをですね、しないといけない状況になってるということですね。ただ加藤の方がですね、めくられ終わる前にですね、看守さんが落葉にタッチして、で、さらにですね、赤罰の激戦区にですね、到着したということでですね、ここからですね、ルテンはじわじわとこの戦場から撤退してですね、他の戦場に回るっていうことになってるんですけども、一気に撤退するとですね、壁とかがなくなるみたいなことになってしまって、なかなかめんどくさいので、ここの戦場からも結構離れられない時間が続いたということになってます。で、加藤の方に全部隊を回せるかなと思いきやですね、この南勢力の相手の絆さんですねっていうのがですね、青丸のあたりにですね、進軍してるということでですね、ここから入ってこられても結構大変ということで、ルテン将軍の方でですね、防衛を担当したということですね。なんで、こっからはですね、ルテン将軍は青丸のところを防衛しながらですね、で、さらに加藤の方に行ってですね、ユニオンさんの進軍を抑えるみたいなこともやらないかんということになったので、結構戦場がですね、分断されて移動が大変だったという記憶があります。
ただですね、落葉回りっていうのはですね、監視さんが抑えてくれてるっていうことになってますので、このまま相手にですね、どっか突破されてですね、落葉を取られるみたいなことがなければですね、戦争全体がですね、勝利の方に傾くということになると思います。で、勝先生うまいことですね、相手の進軍を抑えることができてですね、10月14日ですね、これは24日後っていうことになりますかね、開幕からねにですね、北勢力の筆頭同盟の龍さんがですね、落葉を抑えることができたということになってます。これによってですね、破業ポイントというのをですね、大きく龍さんが獲得したということになってますので、全体で見るとですね、北勢力がですね、大きくリードしたという形になります。ここまでがですね、一応ルテン戦記第4週までの展開ということになってて、こっから先っていうのは動画にしてないということなんですけど、こちらは決算前の司令の状況ということになってます。すべての不当と城がですね、北勢力で抑えられているということでですね、司令に関してはほぼ完全制圧といったところかなと思いますね。相手がですね、侵入してきた密件に関しては落とせなかったんですけども、その密件の際までですね、もう部隊を寄せられてるっていうことでですね、なかなか入ってこれないような状況は作ってるので、ここの資源集っていうのを全て抑えたっていうのはですね、勢力的にはかなり大きいかなというところですね。で、こちら北勢力の西側の資源州の課題ですね、攻め込まれてたんですけども、こちらも完全制圧と言っていいと思いますね。赤い不当とか城があるんですけども、こちらに関してもですね、一応その北勢力の同盟が取ってるということですね。有効になってないので、水色になってないっていうだけということになってます。ただその戦神に関してはですね、取ることができなかったということですね。ただ際までですね、部隊は寄せられたということで、こちらに関してもですね、ほぼ取り返せたと言っていいと思います。で、最終的にはですね、攻め込まれてた出生州に関してもですね、押し返すことができてるということでですね、南北に綺麗に分かれてる状態で、司令だけ北が取ったみたいな感じになってると思いますね。あとその南の西側の資源州のですね、効能に関してもですね、だいぶ攻め込むことはできてるということになってるので、終わってみるとですね、北勢力の方が多くの陣地を取ったと言っていいと思います。で、最終的な破業ランキングに関してはこんな感じですね。龍さんがぶっちぎりということになってますので、龍さんが破業を獲得ということで、破業を取るのが勝利ということであればですね、北勢力の勝利ということになると思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は PK12006J での戦争の模様というのをお届けさせていただいたんですけども、司令に入ってからの流れというのはですね、北勢力の方がうまく進んでたんじゃないかなと思いますけども、司令に入る前までの流れというのは南勢力の方がうまく運んでたんじゃないかなと思います。なんでこのゲーム、落葉を取るっていうのがいかに大事かっていうことですよね。で、落葉を取るまでの流れっていうのをどう作っていくかということでですね、それが確立するまでは勝負は分からんというのがですね、ご理解いただけたんじゃないかなと思いますけどもね。でですね、ここまでいろんなシーズン戦ってきましたけども、割と早い段階でですね、決着がついたシーズンだなということでですね、やっぱりどこの同盟もですね、なかなかこう戦争の運びっていうのが上手くなってきてるんだろうなっていうところですよね。なんでその決着までの時間が早くなってしまってるっていうことでですね、なかなかシーズンフルでですね、ずっとどっちが勝つかわからないみたいな形で戦争するっていうのは難しいなっていうところがですね、あるんじゃないかなと思いますね。かといってですね、今以上にシーズンが短くなるっていうのも忙しいということでですね、まあここら辺が難しいところではありますよね。その資源州に入る席っていうのをロックかける時間を長くするみたいな感じでですね、戦争長引かせるっていう方法もあるかなと思うんですけど、ってなるとですね、序盤がだれたりっていうところがありますよね。本当に難しいですよね。ここら辺はプレイヤーでどうこうなるものではないかなって思いますので、運営さんの手腕が問われるところかなと思います。ただなんだかんだ言うてですね、全てのシーズンここまで僕楽しんでこれてるんでね、まあこれからも引き続きですね、面白く遊べるような状況っていうのをですね、運営さんに作っていただけるとありがたいかなと思います。長い間って言ったらいいんかわからないですけども、共に PK12 でですね、戦ってくださった方本当にありがとうございました。またお疲れ様でした。また次のシーズンもですね、一緒になる方いらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いいたします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あと Twitter のフォローの方よろしくお願いします。 Twitter のリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。